オールバックたけし見納めかもしれない。今日で見納めです。これは通用させに来てるな。あなたの道具を使ってこいつと共に行きたい。行きたいよね。ビニール袋だけ外してもらっていいかな。 あなたの足50センチなんですか。1オール目からピリついてますから。うん、こっち置こう。誰か俺を取って。なんかちょっと緊張感ありますね。やっぱりね、負けれないからね。うん、まずい。これはもうドライバー抜くと。あ、もう宣言してます。いやー、完璧でございますね、この方向。ナイスショット。4番パー3、201の随分後ろ、測ると210ですね。ということで、第2話、もう一つの最強決定戦。アマチュア最強決定戦が、現在2オーバー、3オーバー、5オーバー。うん。風が出てきました。風がね、4U で。4U。はい、210ヤード。まあ、ピン奥なんで。うん。これ、外すなら奥の方がいいよ、ここね。うん、うん、そうです。ここはセンターがいいと思うけどな。よいしょ、倒ったぜ。完璧じゃない。寄ってったよね。ちょっとまあ結構着弾手前だったんですけど、うん、多分転がって、まあうん、これ3ウッドです。あ、3ユーティリティ3ユ。ちょっと捕まったか。ああ、まあまあでも大丈夫ですね。これかな。いや、巻いてます。7番ウッド。はい、よいしょ。完璧だな。ナイス。これは完璧。入ったまであるぞ。しかも入ってんじゃないの。いや、俺のはね、あれだけど、アウさんのは入ったら決定。予選突破っすね。予選突破、予選突破。まあでもそれぐらいの価値はありますね。ただ、一般の試合においてホールインワンは意外と優遇されていないという。まあ、メインスポンサーとなっているゴルフハウスさんからホールインワン賞の2兆円っすね。2兆円あるらしいんで。ありがとうございます。最近はオールバックをアウさんのね、こうアイデンティティとしていた、うん、しているんですけど、もうこれ終わっちゃうらしいです。終わります。見納めなんでね。ターミネーターの敵だって言われて、もうやめようと思いました。敵っていうか、うん、追いかけてくれるやつ。あの液体のやつですよね。ターミネーター2の、うんうん、ね、シュワルツェネガーの方もある。ありますよ。シュワちゃん。でも俺はやっぱあのアルバート・ウェスカーですね。あ、ウェスカーね、はい、バイオハザード、ね。やっぱ金髪オールバックってそうそういないですから。そうそういないよね、この令和の時代に。龍が如くにしか出てこないよね。すなわち昭和のイメージなんですよね、うん、多分俺手前っす。あ、いや俺手前っすよ。いや見えてないけど、その手前がっす。いや、いや、アウさんかなり前だって。風負けしたら。アウさんね、かなりめっちゃいいんじゃない。マジで。いや、風に負けてたから。入ってた。入ってた。ないないじゃん。えじゃん。あるじゃん。めちゃくちゃ手前に2個ありまして、うん、だってどっちが手前なんだろうこれ。そもそも5ヤード届かないクラブのアゲンストだから。10ヤードちょっと難しいっすね、このライン。しょうがないな。18ヤード。うまいなぁ。ナイスタッチ。一番ホールは OK だった。ちょっとピリついてきてるんでね。バーディーパット。14メーターぐらいかな。ちょっと遠く。まあそこ上りがね、結構見えますよね。パーパット。はい。ここから。5メーターぐらいですかね。切れてくるか。すごい。パーパット。
はい。うわあ、うまい。ボギーパット。うせ。四連続ボギー。パーパット。よっしゃ。よし。よし。いや、ここのパーはでかいですね。うん、ああ、ボギーボギーと。246と。2打差、2打差。全然わかんないですね。全然わからない。全然わかんないよ。多くはね、大叩きできちゃうホールが結構あるんで、うん、全く気を抜けないですね。試合の雰囲気に近いような。近いね。うん、そんな感じでできてます。ちょっと売店寄る？そうですね、売店。うん。じゃあ、小休止ですね。売店でね。小休止というほどのあれじゃないんですけど。うん、お団子出てくんだっけ、うん、お団子とおしぼりを。姫のお姉さんが、うん、こんにちは。じゃあどうも、お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。一応ちょっとね、お姉さん映しとこうかなと思って、うん、まずいんじゃないか、まずいんじゃないか、暖かくなったね、うん、すごいね、相当やられてます、これは。まずいんじゃないか、うん、5番パー4、374。よいしょ、完璧だわ。よっしゃ、ど真ん中。あ、うわ、飛んでる。タイトル、手かけんのかな。この最強決定戦はね、安ゴルにおいて、ミニナル指を持ちます。よいしょ。ナイス。さあ、ファイブウッド。オッケークリークだから、うん、オッケー。じゃあかなりピリついております。あ、カエルだ。あれ、カエルだ。怖いですね。競技シーズン到来って感じですね。いやー、もうついにね、開幕、開幕した感じあるんで、もう開幕戦の位置づけでいいんじゃないですか。まあそうですね、で、まあ、そういうことになるでしょうね、うん、この辺から、まあこのホールがはしっかりパーを、ないしはね、バーディーチャンスにつけたい。パー取れなかったらもう終わりだよね。取れだよね。パーもうないっすね。そんなことあります。まあこっからもう次後半の佳境に入ってきますからね、うん、そうだよな。で、ロングショートミドルだからな。ミドルやって上がりパーホールだよね。長いミドルやっての、うん、あのショートだよね。あのショート、ね、数々の人があそこで OB 打ってきたからね。そうですね、うん、まあ1打目だけじゃないですからね、うん、グリーン周りからもあの、うん、OB があるんだ。そこはある、うん、ありますからね。これアウさんか。これ俺、これアウさん、クリークでのショットですね。あ、うわ、ラフがね、随分ですね。もう冬の頃はペタペタで嫌だったけど、生えてきたら生えてきたら嫌ですね。151、7番アイアンで、はい。あれ、フォローなのかな。左からっすね。まあ、ここを感じるのはちょっとフォロー感じますね。あ、オッケーオッケー、大丈夫っすね。いやー、どうしよう、これフライヤーのステップですな。うん、ショートアイアンも意外としますからね。119ヤード、ピッチングでいきます。うん、そう、ナイス、グリーンセンター。92ヤード、はい、52度で、うん、ナイス、バーディーチャンス。砂パンパンでめっちゃ重いですよ、それ。アウさん、バンカーショット、はい、こっち行っちゃいましたね。どんまい。その10ヤードぐらいですかね。12ヤードぐらい。はい、5、6。うま
うまい。うん、ナイス。10ヤード。10ヤード。10ヤード。うん。重たいね。すだってよかった。10ヤード。バリバッタ。一番ホールなら OK だから。そうですね。なんかやっぱ切れますね、すごく。うん、いつもより切れません、なんか。芝が長い。芝が長いですよね。これ、この1メーターぐらいは外せるグリーンだな。フリーパット。はい。ナイス。ナイスセーブ。パーパット。ちょっと突風吹いたね。あ、大丈夫です。ナイスボール。50センチパーパット。ナイスボール。やっとパーだ。2,4,7 まあ打ってる割には早いんじゃない？探すってことないもんね、今日。まあそうっすね。普通にまあグリーン周りのライとかにやられてる感じっすからね。ここだよな。ここやだよ。この鬼門6番。ここ鬼門だよ。これ鬼門だよな。倒したことないもん、ここ。いや、でもそういうレベルっすよね。6番パー4、398。相変わらずつま先上がりですね。つま先が上がってる分、フィーを低くすればいいんじゃないか。いいんじゃない巻き込んで。超えろ。もう巻き込んで。ワンカー超えたとこ。いいね。2ラウンドの傾斜やだな。よいしょ。同じようなとこかな。もうちょい行くか。ナイス。ナイス。うん、ナイス。今度少なかったの。で、うん。スピンであの前のバンカーの横ぐらいまで来ましたね。うん。よいしょ。これこれ。ナイス。おい、ちょいってる。これだよな。アウスさんやっぱウッドが。アウスさん。ドライバーでいっても230残したからね。セカンドのウッドにもう、慣れてるじゃないですか。セカンドのウッドでいいやと思ってるから。そうっすよね。うん、それ強いよな。ここでウッド持てんだもんな。すごいよ。セカンドのウッドってやっぱ。いや、多分、俺のスコアで来てて、多分みんなドライバー持つじゃん、ここ。持てないですね、あれ。ウッド冷静に持てないですよね。うん。取り戻しに行きたくなるから。もういいやと思ったり。うん、逆にね。あと、距離が長いから、うん、諦めちゃいけないでしょ、やっぱ。最後まで。いや、本当ですよ。何が起こるか分かんないからね、最強決定戦みたいに。うん、いや、最終ホールでね。うん。あっちとかありますから、ね。どうでもあるから、俺らでもあるわけだよね。俺らなんてもうよくあるに近いですよ。一打でも、前半はね、あんま前半はスコア気にしない方がいいですよ。うん、ボロ怒ってますね。ちょっと5球しました、大学。5球に触れてるの？触れてますよ、もう。前の動画で。この前の動画で。とんでもない嘘つき野郎だね。とんでもないよ。5球はあるじゃない、別に。まあ、打っちゃって、で、うん、あれってなるパターンはね、うん、まあ、ワンチャンありますよ。でも、そこで嘘をつくかつかないかって、ちょっと人間性出ますからね。彼が嘘をついていたのかどうなのか、真相は闇の中でございますが。アウさん、IT まで来てますね、ウッドね。うん、しかも5番ウッドですからね。うん、あのスプーンじゃないですもんね。え、そんなもんしかない？ないです。手前です。ピン手前だもん。7番アイアン。はい。155。はい。でも大丈夫でしょう。うまい。151ヤード。151。8番で。8番。いや、リスが良かったんじゃないですか、これ。ナイス。ああ、バーディーチャンス。ナイス。140ちょいぐらい。140ちょい。8番や。一番いいや。
でか、ちょっとフライヤーしてますね。早速新品のアイアンに俺傷がついたんですよ、この間。どうだった？いや、あの、その後全然別でも傷がついて、もう何も気にならなくなりましたね。いや、もうフライヤーシーズン到来っすね。まあ、フライヤーと、あとやっぱスピンがかからなくなってきてますよね、本当に。その先にフライヤーがあるという感じですね。30ぐらいか。32。はい。止まんないな、これ。はい。5。ああ、まあ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 。どんぐらいですか？20ヤードちょいあるね。25ヤード。いや、傾斜、なかなかだな。下って、来てるが、止まる。ナイスライ。さあ、アウさん、10ヤードぐらいないか。56度。止まれ。ああ、ナイスライ。ヤス君のってすげえ手前かと思いきや奥行ってんもんね。そう、そのガッて行きました。7.5 ヤード。7.5 ヤード。下り。下りパット。はい。来た。うおー、ナイスパットだね。ナイスパー。ラス漏れます。ナイスパー。いや、想像より切れたな。頑張った。はい。ナイス。あー、オッケー。パーパット。はい。3メーターぐらい。あれ？そっから切れないのか。ボギーパット。はい。見せ。うまい。今はパー欲しかったっすね。まあでも、むずい。パーパー。悪いショットじゃなかっただけにちょっと。まあちょっとセカンドが読めなかったっすね。あの、止まらなさは。フォローもあんのかな、うん、ということで、パーボギー取りか。うまい。これで終わりですか？2問目終わり。ここで第2は終了ということで、俺2のまんまかな。え、これボギー。ヤス君がパーですね。2-5-10。ちょっと独走入ってるな。独走阻止しないと、うん、まあ、まだ前半残し、前半上がり3本残し。OB 一発じゃ消えないがでかいですね、うん、はい。ということで、次回も見てください。ありがとうございました。